サンピエトロ大聖堂に保存されている教皇館教皇館はローマ教皇の地位を象徴する冠無時代を通じて数多くの教皇館が用意され過去の冠無の一部は現存している。冠を三段に重ねた形状から三重館とも言う。教皇館は教皇の地位を象徴する冠無であり、金と宝石できらびやかに飾られた三重の冠無の形状をしている。 漢自体の材質はバーメール。この三重の冠の意味は、司祭、私牧、共同の三権を、また天国、煉獄、教会を象徴すると解されている。クレメンス五世の時に初めて体勘され、パウロ六世の時まで体勘が行われた。1962年から1965年にかけて行われた第二バチカン公会議の後、 パウロ6世は主要な儀式においても教皇官を使用せず貧しい人々のために売却しようと考えた。この結果、パウロ6世の教皇官は1968年よりアメリカ合衆国ワシントン DC の無限在の親鳥の聖母教会にて展示公開されることとなり、収益は貧しい人々に用いられるものとされた。その後1975年の首都憲章。 ロマーノ・ポンティフィチエリジェンドによって、教皇選出方法に関する改革が行われたが、教皇官は制度としては存続した。次のヨハネ・パウロ1世、ヨハネ・パウロ2世、ベネディクト16世、フランシスコも教皇官の体官を行わず、教皇官の敬遠は半ば慣例となっている。バチカンの国旗、国章のいずれにも教皇官の衣装があしらわれている。 歴代教皇の紋章にも教皇官はあしらわれており、ヨハネ・パウロ2世までこの慣習は続けられていた。しかし、ベネディクト16世は、自らの教皇紋章に、教皇官の衣装を用いず、司教の象徴であるミトラの衣装をあしらった。フランシスコもこれに習って、ミトラをあしらったため、教皇紋章に、教皇官をあしらう慣習は、過去のものとなりつつある。ありがとうございます。